18歳までの全ての児童等に対しまして1人当たり1万円児童1人当たりのですね1万円の臨時特別給付金を支給をいたします物価高に伴う支援策を打ち出しました札幌市の秋元市長は18歳までの子供がいる世帯に対し10月以降子供1人当たり1万円を給付する方針を明らかにしました所得制限なく 27万8千人の子供全員が支給対象です。やっぱ嬉しいですね。<laughs> 子供に美味しいものでも <laughs> 食べさせたいかなと。はい。うん。<laughs> 足りないです。<laughs> 勝手にいなくなっていっちゃいますね。1万円だったらちょっと。さらにすべての家庭を対象にした別の支援策も。家庭用のですね。家事用の水道料金。 が適用されている方を対象に今年の10月と11月の検診分の基本料金を請求しないことといたします 2>, 2ヶ月分の浄水道の基本料金およそ2900円を減額タダにする方針ですこれは札幌市内のおよそ102万件すべての家庭が対象です 1> 子供1人につき1万円の支給と水道料金の減額物価高などに苦しむ子育て世代にとってどれくらいの助けになるのでしょうか東区の専業主婦高塚智代さん夫と7歳と3歳の子供の4人暮らしです正直もらえるのであれば何もしてもらえないよりはありがたいかなと思います 直近2ヶ月の水道代は4人暮らしで1万3629円でした基本料金が減額されても1万700円ほどおよそ1万5000円かかる月々の電気代の方がむしろ負担感が大きいといいます 水道料金でだいたいあまり値上がりとかがなくて、あの毎年同じぐらいだったので、それよりも電気代の方が年々上がっているので、まあ正直はそっちの値上がりをもうちょっとどうにかしていただけると本当はありがたいと思います。今燃料ですとか食料品などが非常にこう値上がりをしている状況がありますので、え特にあの子育て世帯での 家計への影響というものは、かなり大きいものがあるだろうということ、まあ、それ以外の家庭についても、やはり少しでもですね、家計の支援になればと。 札幌市は国の交付金を財源とする方針で事業者への支援を含む総額およそ122億円の補正予算案を来月1日に開かれる予定の臨時市議会に提出する考えです。